スティーブン・ジェームズ、スティーブ・シドウェルは、イングランド・ワンズワース出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。アーセナル FC のユースを経て、1999年に同クラブで、プロとしてのキャリアをスタート。その後は、期限付き移籍を繰り返す。アーセナル時代に FA ユースカップ制覇、UEFAU-21、欧州選手権出場の経歴を持っている。 2003年2月11日にアランパー・アュー率いるレディング FC に移籍。移籍金は非公表で契約期間は3年半となる。2005から06シーズンにはクラブのチャンピオンシップ優勝に貢献した。同シーズンを終え契約が残り1年となっていた中、契約延長オファーを断った。 2006から07シーズン終了をもってクラブとの契約を満了し対談することがスティーブ・コッペル監督により明かされた。2007から08シーズンによりチェルシー f c へフリートランスファーで加入。出場機会には恵まれないものの貴重なバックアッパーとして活躍する。2008から09シーズンからはアストンビラ f c へ移籍。移籍金は500万ポンドで3年間の契約を 締結した。2010から2011シーズン冬の移籍市場で、フラム FC に移籍金非公開で移籍し、3年半の契約を締結した。2013から2014シーズンの結果クラブの降格が決定し、ダミアンダフラー級選手と共に放出された。2016年1月25日、チャンピオンシップのブライトンホーブアルビオン FC へ、 シーズン終了までの期限付き遺跡で復帰。2016から17シーズンにより完全遺跡となり、レギュラーとしてプレー・クラブのプレミアリーグ昇格に貢献した。2017年6月7日、ブライトンとの契約を1年間延長。翌シーズンは後背部や足首の手術により、出場機会はなく、シーズン終了後にファーマースタジアムを去った。 2018年8月21日、ブライトン時代の同僚であるリアムロシニアとの対談番組に出演。故障を理由に現役引退を表明した。背中にはプロポーズした時の言葉のタトゥーを彫っている。ありがとうございます。